4大リスクに直面、アメリカは本当に台湾に出兵しないのか最後にもう一つお話ししますが、もし、中共が出兵して台湾を侵略しても、アメリカは本当に出兵しないのかということです。この問題は、アメリカ側は一貫してはっきり答えを出しておらず、私も内々の答えを持っていません。しかしか 角度を変えて考えればアメリカが派兵せず中共が台湾を占領していることを放置すればアメリカの政治経済外交力が失墜するなどいくつかの非常に重大なリスクをもたらすことになりますリスクその1太平洋のドミノ効果最終的にアメリカ本土が脅威を受ける 台湾が陥落すれば、中共の脅威は日本に広がり、続いてアメリカ領グアム島と第二列島線に拡大していき、アメリカがこれを阻止しない、あるいは阻止できなければ、ハワイ、さらにはアメリカ本土まで拡大し続けることになるでしょう。つまり、中共が台湾を占領すれば、太平洋のドミノ効果を引き起こし、最終的にはアメリカ本土を脅かすことになるのです。 もし中共の潜水艦が太平洋の深海に隠れてアメリカのロサンゼルスシカゴあるいはワシントン DC に弾道ミサイルを発射することができるとしたらどれだけ大きな脅威になるか皆さん想像してみてください。